サトチューンチャンネルさん、ボイ、アンドロイドからキャス配信中 HTTP、URL。何度でも立ち上げるよ。ちょっとまたトンネルに入るんでね。でも宿に着く頃にはまた復活すると思います。こんなもんなのかな、空の青ってさ。青空、曇りなんだけど青空、不思議な空。よし、行くよ。そろそろ宿に着く。くるくるしてないかな。今山の中に入ったからすぐ着くよ、もう宿は。大丈夫かな、ソフトバンク回線だから。もう少しで宿に着きます。はい、ここです。よっちゃんさん、だいぶ明るくなってきたね。来たよ。うわー、うん、どうかな。あー、結構晴れてんじゃない。さあ、着いた。思い出の宿、ここです。みんなと泊まったのがここ。今日は車が満車だね。よっちゃんさん、おう、思い出の場所。思い出の場所来たよ。じゃあ裏側の宿に泊めます。ここがさ、あれだよ、ここに枝ちゃんとよっちゃんがいたんだよ、この場所に。パンダ128さん、私も出先の宿から空を見上げて見ています。あゆぼすさん、まさかまた見れるなんて感激。いや、感激だね。まさか来るとは思わなかったね。マックからさ、くるくるしてないかな。じゃあ大丈夫かな、このまま。このままいけるかな。来たよ、この場所に。帰ってきた。ここです。ほんで、あゆ姉が泊まった部屋は電気ついてるよ。あゆ姉が泊まった部屋、多分ここ、ここ、これこれこれ、ここここ、この部屋、ここね。ここここで、うちらが多分ここに泊まったんだね。ここに泊まったんだ、うん。よし、行きますか。ちょっと待てよ。じゃあジンバルつけて、コーヒー飲んでジンバルつけて行こう。枝チャンネル YouTuber さん、旅館ついたんだ。あゆぼすさん、お、女子部屋。女子部屋も行って、あの男風呂の、よっちゃんさん、すでに懐かしい男風呂の露天風呂見えるし、見える、さっき誰かいたぞ。ここ
男風呂の露天風呂誰かいたよ今。誰かいた。エストロゲン酸くるくるないよ。大丈夫ね。よし、じゃあこのまま行きましょう。大丈夫でしょ。ここでくるくるしなければ大丈夫。で、空はこんな感じで、やっぱ曇りだけど、何か奇跡が起こんないかな。どうかな、この時間。まだね、あの時よりは暗いです。今この現状ね。あの時よりは全然暗い。まだまだ暗いです。あゆぼすさん、コーヒー飲んでくださいね。はい。コーヒーね。コーヒー。ああ、なんか向こうになんか雲があるね。すごい入道雲みたいな雲がある。ちょっと待って。ちょっとわかりにくいかな。肉眼はすげえ迫力あるんだけど、ここの雲がなんかすごいね。なんか入道雲みたいになってる。よし、行こっか。よし、行こっか。電源消しちゃったらごめんね、間違えた。誰やら荷物運んで働いてるよ。ご苦労さんだね。よし、あの時の思い出の場所にもう一度。よっちゃんさん、僕も腹減ってきた。腹減ってきた？ビッグマック？うふーい。よし、じゃあジンバルにスマホをセットして、ちょっと待って、電源電源入れよ。ジンバルの電源はどこだ？ここか。よし。いいかな、これで。あゆぼすさん、ここは3日泊まっても飽きないかも。ねえ。アスタリスク、アスタリスク。これがね、僕のワゴン R で。そしてこっちが僕らが泊まった宿、思い出の宿ね。え、懐かしいね。そしてあれですよ、このなんていうのかな、ここのほらコンクリートのね道に、よっちゃんと枝ちゃんが歩いてって朝日を撮った場所です。ここ、ほら、わ、雲の巣引っかかっちゃった。いきなり。ほんでこの下こんなになってんだね。こんな男まで降りたんだ。結構距離あるよ。100メートルぐらい高さ、100メートルないか、100メートル弱ぐらい、この下ありますね。ほら、こんな基地みたいになってんだ、ここ。ここってさ、富山県民知る人少なくて、こんなところがあるなんかさ、思わないもんね。で、こっち側の山が、あの洞窟です。洞窟、僕がほら以前動画で紹介した洞窟がある場所ね。それが多分この辺にあります。で、この山の頂上に公園があるんですね。その洞窟の公園が。で、この山の下の方に、まあ、実際にその何、原始人が住んでたあの洞窟があるんだよね。氷見大境の洞窟っていうところがあって、そこは有名なの。そこは有名なの。でもこの谷っていうのは結構知られてない。こんなところがあるって。うん、ましてやここに旅館があるって案外ね、知らないんだよね、でっかいくせに。うん、枝ちゃん、こっからどうやって行ったの？え、どの道から行ったの？この辺から出てきたよね、確か。
わかるかな。ここがロビーだよ。このロビー、あの最後に旅費を生産してたロビーがここで、多分ここのフロアにあのカラオケ屋さんもあるんだよね。朝ごはん食ったところもね、うん、来てる無限大大茶さん、おはようございます。あ、おはようございます。ここは枝ちゃんが活躍した現場ですか。あ、そう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 、多分128さん、北東北の日本海側の県庁所在地に私は訪れていますが、雨が上がってこちらは朝焼けが見えてきました。そう、こっちはね、ちょっと待ってね、もう一回ちょっと空を見せるけど、やっぱこう曇りだけどね、雲が多くて晴れ間っていうのがちょっと見えないけど、何か奇跡あるかな。でもちょっと色からするとないね。さっきまで青かったけどね、あそこがうっすら赤いけど、ちょっと待って、じゃあさ、今からさ、枝ちゃんの行った足跡をたどろうか。せっかくだからさ、ちょっとまだ早いから、ここだな、枝ちゃんの通ったところたどっていくよ。くるくるなんないかな、大丈夫かな、くるくるなってないっす。ここ通ってたんだね、ここここ大丈夫、電波。あゆぼすさん、早起きの人が得をするのがわかる気がしうちらは早起きじゃないけどね、一瞬回って起きたまんま。あゆ姉さん何時に起きたの。うわ、ここもやばいよ。ちょっと待って、ここもさ、これちょっと足場が悪い。いや、これはよく言ったね。枝チャンネル YouTuber さん、あれ、畑行きましたか。あゆぼさん、今来てる、今歩いてる。注意、どうやって行ったの。ここに何か畑があります。これ覚えある、枝ちゃん、見覚え、こういうやつ何かあるよ。鍋があります。で、ここになんか鍋がある、鍋たちが。来てる無限大大茶さん、なんか見覚えのある景色。見覚えある。宿はそこ、多分この辺りで消毒液準備中かだったんかな。ここじゃない？あれ？もう行き止まりだ。ここじゃないね。どっから来たんだろう、枝ちゃんって。あゆぼすさん、どっから来たの。立派な建物は何でしょうね。これね。枝チャンネル YouTuber さん、一回下から回りました。一回下から回った？ここじゃないのかな、全然ルートが。ここだとさ、上に行っちゃうもんな。違うよね。こっちだよね。ってことはさ、スタートからして違うのか。全然ここじゃないね。ここからだととてもじゃないけど行けそうにないよ。入口看板から下ってたの。そんなとこから行ったの。ちょっと待ってよ、よく見つけたねこれじゃあ全然違うんだ。これ今さ、ホテルの裏側だからさ、
はい、あ、赤い。わ、これは何かあるかな、今日は。あの時には全然及ばないけどね。なんかあるかもしれんね。よし、行くよ。ここじゃないんだね。これ今ホテルの裏側。たいね。今何時？5時50分。ステル無限大大茶さん、朝焼けきれい。ああ、眉ボスさん、建物があるということは違う道がちゃんとあるんですね。ねえ、チャンネル YouTuber さん、君の宿の看板まで行きます。あ、オッケーオッケー、あそこだ。わかりました。ここね、この道だね、あの坂道。あんなとこまで行ったの？枝チャンネル YouTuber さん、北の道。これだよね、多分。この長い直線。こんなとこまで行ったの？こっから近道できねえよな。できねえな。すげえな。枝チャンネル YouTuber さん、そう。すげえ、結構あるよねこれね、距離的にもさ。枝チャンネル YouTuber さん、下から焦ったの。そこまで車で行こうか。分かった分かった、車で行こう。こう現代の器具を使って、いや違う、やっぱ歩いていこう。枝ちゃんと同じルート歩こう。まあ歩いたところでね、そんなあれでしょう。よっちゃんさん、ここがエダちゃんの現場か。すごいよ、結構距離あるよ。すごいな。これをさ、あの道行かなきゃいけないんだ。ここ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 。ちょっと待ってね。この道をね、まだずーっと向こうに行くの。よし、あとさ、朝日もあるから、タイムリミットは限られてるよ。急ごう。あの道をもう一回歩くんだ。あの枝ちゃんが、ええ、現場検証再び。時刻は今5時52分、朝5時52分です。2018年10月何日今日。12、3日ぐらいです。はい、ここ曲がります。ここね、富山県栽培漁協センター、ここ入ってきます。あー、ここ行くわけね。長い直線だよ、長い直線。これはあれですか、ロックモード。はい、ロックモード、ロックモードで行きます。まっすぐだから。ロックモード、ロックモードでね、行きます。うわー、まっすぐ。いやー、すごいねこれ。今ね、山に囲まれてる、こんな感じのとこね。みんなさん、こんな感じですよ。一周ぐるーっと回ってね。はい、ほんでちょっと行って、ちょっと行って、ちょっと戻す。切り替える。切り替える。ロックモード。海を目指します。さあ、今見えてる。ここがね、ちょっと赤くなってる、少し。海を目指しますよ、みんな。すごいな。
宿はあそこだよ。宿はあそこ。今やっと。あ、間違えた。もうちょっと。の横に脇道があると。もう一度ね、あの場所現場検証しますよ。これは何だ、何かありますよ。これは何だ、肥料かな。肥料っぽいやつたちがいっぱいいます。ここは何だろうね。多分なんかやってたんだろうね。骨組みだけ残ってます。ビニールハウスだったのかな。あと向こうはなんかいろいろ栽培されてるね。オッケー。よし、じゃあどんどん先進みます。うわー、いやー、ここからあの滑落現場に。あー、エラちゃん、ほらほらほら、危険。電気牧場。ほら、これ電気入ってんだよ、これ電気。電気だったね。危ない危ない。あ、危ない危ない。やっぱこれ電線だったんだよ。枝チャンネルユーチューバーさん、パラマ。これ外資。うわー、やばそう。ちょっと触ってみようか。ちょっと触ってみようか、これ。とか言ってね。触んない触んない触んない、うん、危ねえ危ねえ。チャンネルユーチューバーさん、反対側は竹してる無限大大茶さん、ダメダメアユボスさん、コラコラ。枝チャンネルユーチューバーさん、死ぬよ死ぬよ。枝チャンネルユーチューバーさん、そこ、ここね。こっちに一回渡ったんだね。よし、ここからだよ、みんな。ドラマは、ドラマはこっからだよ。空もだんだん青くなってきてる。オッケー、ここだね。さあ、枝ちゃんの滑落現場。ここを再び訪れます。ナームご先祖様に。今ね、朝露でびちょびちょ。あー、これ電気か。これも電気ですか。なんかこんなシーンあったね。確かに。こういうところ。枝チャンネルユーチューバーさん、知らなかった。ねえねえ、ここ今、ここずっと電線。今さ、ちょっと地面がね、朝露で濡れてて、ちょっと足場が結構厳しい状況です。泥だらけになっちゃう、足が。余分にしばかれるけど、このまま行きます。マジで草ぼうぼうやだね。草ぼうぼうやだね。はい、空が今こんな感じです。この場所で朝日を拝むか。だいぶ空が明るくなった。さっきとは
全然違う、青い空と違うね。今は白くなってます。枝チャンネル YouTuber さん、草刈ってあるかな。どうかな。でもびちゃびちゃ、足元足元びちゃびちゃで、今やばい状況です。靴下がね、もう湿って、わかるかな、泥だらけ。おお、これか。飼ってある？今は？あ、本当に。前はこれ草ぼうぼうだったのこれ。枝チャンネル YouTuber さん、うん、もうすぐ海。うおーうおー、ちょっと待って、ここからやばいよここからやばいよここから草飼ってないわ。うわー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 あー、冷たい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 。アユボスさん、そこは歩けるのかな。なんかね、結構深いです。あー、でもこの先また再び綺麗になってる。一時的だけだった。今これ綺麗になる。今から、今さ、やばい。今は枝チャンネル YouTuber さん、歩ける。うん、今こんなだけど、でもこの先からほら、こんなになってる。大丈夫、ここまでだった。 OK、 抜けたけど、わかった、この辺だ。なんかそんな気がする。この辺じゃない、枝ちゃんの地域。ちょっと待って、あのね、なんかその、あ、海、海だ、海。あー、わかったわかった、海だ。ちょっとまず海行きます、海行きます。電波大丈夫、くるくるしてないかな。よし、行こう行こう行こう。うわ、ソフトバンク回線強いね。はい、わかったわかった、こっち側だね。ちょっとね、もうね、そのオーラを感じたわ。なんかここかなっていう。オッケーオッケー、ちょっと一回止めます。いいとこだね。それでは CM 入ります。コンティニューコイン持ってないよね、誰も持ってないね。オッケー、じゃあ一回切りますね。いや、ちょっと待って、切る前に海まで行きます。コンティニューコイン持ってたら誰かちょうだい。うわー、海まで来た、ありがとうございます。イエーイ、海、ありがとうございます。このまま行きたいね。5枚集まるかな。おお、サンキューサンキュー、イケケンさん、どうも。ここまで来たよ。うわお、イエーイ、ここが枝ちゃんが見た浜辺だよ。ここまで来たねえ、これが枝ちゃんが見た浜辺。エストロゲンさん、コンティニューコイン、ありがとうございます。こんだけあればいけるかな。多分枝ちゃんはここを見てたんだね。コンティニューコイン、ありがとうございます。お茶室こちこさん、コンティニューコイン、よっちゃんさん、え、何か叫ぶ、ここでここで何叫ぶの。なんだろうね、海を見てね、叫ぶ言葉何がいいかな、一番。ね、これなんだろう。フェイユーテック、フェイユーテック、フェイユーテック、フェイユーテックじゃなくて、違うね。そうだね、やっぱ富山は最高やで。いやー、すごいね。今日は神回じゃないですか、このキャス。あゆぼ
素晴らしいね、この景色。ちょっとね、残念ながらおそらくこの時間でこの色だから、まあ朝焼けはさねえ、ねえ、朝焼けはね、そんな。あとね、あっち側にね、すごい不思議な雲があるんだよ、これ。ちょっとスマホでは分かりにくいんだけど、なんか幻想的な雲があります。ここ、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 この辺り、ここね、ここ幻想的な雲、これがあります。これ肉眼で見たらすごいけど、スマホはちょっとね、うまく映しきれてないけど、不思議な感じで、あとはしょぼいけど朝日、あれ多分あれで終わりです。ほんで立山連峰がここね、この黒いところ、これ立山連峰が見えます。かろうじて立山連峰がね、ザーッとあって、もっと天気が良かったらね、あれだけど。でもまあこれはあれだ、今日はこれでさ、まあ一つの思い出の浜辺だね。うん、よし、じゃあ行こう、枝ちゃんの事故現場へ。で、枝ちゃんここを見てね、こうやってこう、よし帰ろうっつって、時間がないしね、ここにこう戻ったと、つた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 つって、で、ああもう時間がない、集合時間があとちょっとしかないって言って、急がなきゃっつって、慌てて帰った。で、ここでここでこっちに来たんだよね。いやどう見てもね、宿はあれ、でもどう見ても遠回りだね、ここ宿がそこね、宿ここ、これ宿、宿ね。ほんで分かれ道がこっちなんだけどなんでこっちが近いと思ったんだろうねあの上行ってたら、あのね、本当に、あ、なんていうのかな、何もない、あの本当山の中だ、何もない。行ったとしても降りれなかったね、確かに。今冷静になって見るけど、降りる場所がないね。あんのかな、あっちから先に。でもほら、俺がさっき行った時に道がなさそうだったから、行けんのかな、行ってみよっか、ちょっと行けるだけ。ひょっとしたらいけるか、枝ちゃんが行けなかった道を。はい、ここです。問題はね、ここ電線が、電線が張ってる、ここの田んぼを。あれ、繋がってる、ちゃんと。大丈夫、通信されてるかな。ほら、ここにもさ、危険って書いてある。電気柵、危険。みんな。チャンネルユーチューバーさん、左、ハユボスさん、大丈夫です。オッケー。いや、これよく言ったな。いけないよ。いけない。これ何、どうやって言ったの？枝チャンネルユーチューバーさん、知らなかった。来てる無限大大茶さん、ボケ。これいけないでしょ。これなんで、こ、枝ちゃんのユーチューバーさん、いける、こ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 れさちょっと、まずここが無理だもん。ここがさ、これくぐんだね、じゃあこの中を、ここくぐると、はい、よいしょ、うわ、くぐった、うわー、土なんだけど、ここ土だね、これこれこれ、あゆぼすさん、やばいやばいやばい、もうすでに、こ、えだちゃん、なぜここチャレンジした、ここだ、えだチャンネルユーチューバー、みんな小屋の先、ここまだあの先、あっこでしょ、あの小屋って、ここがだってもうやばいもんだって、これここがさ、やばいよこれ、うわ、柔らかい、
すごいね。わかる、この深みにはまっていく感じ。すげえな、ここを渡ろうとしたんだね。来た道と違うじゃん。どうやって行ったんだろう。あ、ここからか。これか。これだな。よし、こっから行こう。この黒いビニールシート。よし、ここから行けば。いやー、でもね、それでも大変だな。それでも大変だよ。よし。しかもね、今日はあの伸びるジンバルじゃないっていうさ伸びるジンバルじゃない伸びないジンバル。よし、来た来た。近づいてきたよ。うわ、蜘蛛の巣。電波大丈夫？ふーまろさん、枝さんすごいとこ行ってるのね。ああ、ここに蜘蛛の巣ある。蜘蛛の巣でかい。わかる？蜘蛛見えんの。ここ。わかる？蜘蛛。これが蜘蛛。これでっかい蜘蛛の巣だな、これ。ちょっと蜘蛛の巣どかして行こう。あゆぼすさん、でかい。ちょっと蜘蛛の巣。ちょっと一旦戻って。蜘蛛の巣をちょっと一旦どかしていきます。あ、電池残量が 15% やばい。電池残量があんまない。マジで。よし、少なくとも枝ちゃんのとこまで行くよ。よし、とりあえず蜘蛛の巣はクリア。聞こえてる？みんな覚えてる？よし、もうちょっと先まで行こう。枝チャンネル YouTuber さん、魔物が住んでいます。うわ、魔物だよね。やばいやばい、本当に。これ電池残量が 15% しかないって。あと行くよ。あ、ここだ。来た来た。この木、この割れた木、この木の割れ。チャンネル YouTuber さん、木をまたぎます。エリカさん、なっさんだ、危険区域、バイオハザードだな。アユボスさん、あったー、目が離せません。あったー、頑張ってください。ここだ、これだ、ここだ、このあたり、これだね。エダちゃんの倒れた泥が流れてる。ここ。ここだね。イケケンさん、すごいとこ登ってね。この場所だよ。これまだ、これ枝ちゃんが。無限大大茶さん、ついに、これ、枝ちゃん。枝さんのお尻の跡はないですか？ある。これ枝ちゃんの足跡だ。これだ。YouTuber さん、聖地巡礼 W。 ここまで登ったんだね、これ。これ、いけるかな。よし、じゃあ俺こっちルートで行ってみよう。こっちルート。もう一つのルートがあるんだよ。エダチャンネル YouTuber さん、ルミノール反応ありますよ。ルミノール反応。うわー、こっち。枝ちゃん多分ね、こっちから登ったんだよね。で、落っこちちゃった。こっち側にも一つルートがある。よし。どっちから行こうかな。せっかくだから枝ちゃんと同じルートで行こうか。この泥のところ。行くよ。うわ、蜘蛛の巣引っかかっちゃった。蜘蛛の巣引っかかった、いきなり。ちょっと待って。いきなり、いきなり蜘蛛の巣。よし、
行くよ。片手で陣まで。池健さん、足場が悪そうだから気をつけて。オッケー。うわ、危ねえ危ねえ、ポケ取れちゃった。あ、これ危ねえわ。これ何？うわ、これただのあれだ、木だし。ここから向こうがそこね。よし、登った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 よ。よし、この上行ってみようか、せっかくだから。でも蜘蛛の巣がすごくてさ、やばいよ。行きますよ。枝ちゃんの見せなかった景色を見せるよ今。よいしょ。今これです。見えなかった景色って向こう、これですね。この景色今見えてます。ただこの先に道があるかな。さんもチャレンジャー、あゆぼすさん、いちっぽい、枝チャンネルユーチューバーさん、あらまー。よし、登った、登ったよ、今登った。枝チャンネルユーチューバーさん、獣道やん。ここです、これが。枝ちゃんが滑落した場所。ここね、今登って、今その上のところに登りました。こんな感じだとこです。よし、あっけ、蜘蛛の巣がね半端ない。いや、ちょっと待てよ、バッテリー、スマホのバッテリーもないから、もう一個スマホ持ってくればよかった。蜘蛛の巣の量が半端なくてね。いや、多分これ人通ってねえんだな。池健さん、突き進むのみ。あ、やばい。